こにある。今度機会があったらうちの、あの 430Hz のピアノの下で、先生の演奏を聴いてもらうことがあると体感できると思うんですけど、聴いてるとあそこの下ピアノの下に入って聴いてるとどん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 自分のこう肉体がなくなっていくような感じになっていくんですよ。でそれは私だけじゃなくて、体験した人がみんなそれを感じる。で私は滝行が趣味なんで、滝行行ける時は毎朝のように行くんですけど、いい滝行できた時ってやっぱり自分がどんどんいなくなっていくんですよ。でその感覚っていうのが何かちょっと分かんないですけど、ある人に言わせるとそれが瞑想状態だったりトランス状態だったりいろんなこと言われるんですけど、430Hz それを感じられやすいじゃないかなって、その自然ので。今年もですね、クララさんとものすごい人が今日も駐車場入れないぐらい渋滞で来ていて、実際やっぱ冷房の中にいたら多分涼しいんですよ思うんですよ。でもわざわざこんな結構横浜とか都内から車がいっぱい来てるので、で先日も大学の教授が倉間さんだけは今どういう状況ですか、突然1年ぶりぐらい連絡が来て、で納涼に行こうと思いますっていう連絡だったんですけど、そんなに納涼って言っても大して涼しいわけじゃないんですよね。ね、涼しいですけど何をこうみんなこう求めて自然に来てるのかなって、すごくその先生からのメールを見て考えたんですけど、やっぱり今ここに来てこうやって皆さん自然に何かを求めてこうね集まってる人たちを見ると求められてるものなんじゃないかなと思ってまして、この何とも言えない心地よさを皆さんにも味わってもらいたいし、歌ってる人はもちろんこれ味わえると思うんですけど、聴いてる人も味わえるような合唱をこう皆さんと作り出していきたいっていうのが私たちのこの 430Hz の合唱の目的なんですよ。みんなが一つになんて声をぐっと重ね合わせていくと、先日清水芳生さんも言ってたんですけど、自分がいなくなっていく感じがするって、それ432じゃなくても清水さんはそういう経験ステージでされてるらしいんですけど、よく歌えた時に自分がなくなっていくっていう感覚で歌われてるみたいで、やっぱりそれどうやって歌ってるんですかって聞いた時に、もうとにかく周りの人の声を聞きながらそこに溶け込んでいくんだっていうことをおっしゃってくれたんですけど、そんなこう皆さんいろんな人がいるんですけど一つに溶け合っていくようなことを目指しています。なのでぜひですね、普段あんまり人の声に重ねることって私生活じゃないじゃないですか、ね、はもんないでしょ、お母さんと仲いいけど、うん、会話では使うことこのここからこう皆さんの調和を生んでいきたいというのがこの合唱 の目指すところではありますの ですごく気持ちいいので、それをぜひみんなで味わいながら楽しんで健康になっていただけたらと思います。今日は重なりをよく聞くようなイメージで歌ってもらったりかなと思います。はい、以上でございます。はい、させてください。さっきは小先生お話ししてくれてたんですけど、この 432Hz ってこのピッチにこだわっているのがね、自然のサイクルで、春分の日、秋分の日っていうこの日にイベントをするっていうふうに決めたのも12時間っていう、で12時間と12時間で1日って24時間っていう時間になります。この、12時間は4万3200秒っていう432っていう数字が含まれてると。でその中にじゃあなんでこの地球の周期の中にこの432演奏することどんな意味があるんだろうって思った時に、私はこの自然の一部になることなんじゃないかなって思ってるんです。でその自然の一部になるっていうのは、もともと本来は人間って自然の一部だと思うんですよ。
なんか別物として捉えちゃう気がするけど、お母さんのお腹から生まれてとか、その人間が生まれてくるそのサイクルっていうのはやっぱり自然のサイクルの中から生まれてくるし、そこから何も外れてない。で、私たちはこの自然の中で生きて、自然と共に暮らして、そして、本当はこの自然の一部なんだっていうことを、この 432Hz っていうこの周波数に合わせることで、よりその体も心もその自然の一部として感じられる。で、そうするとですよ、もっと広く言えば、その自然の一部にみんながなったら、これは一つなんじゃないかなって、本当の意味でみんなが一つになれる瞬間が生まれるんじゃないかなという、そういう思いで 432Hz にこだわって演奏しています。これがね、何より求めていることなんです。いろんな考えの違いとか、そういうのはもちろんありますよね。一人一人違いますから。同じ人間だし、同じ自然の中の一部なんだけれども、でも蝶々とお魚が全然違うように、お花と、動物が全然違うように、違うものはいっぱいあるんだけれども、でもそれでもお互いを認め合って、お互いが協力っていう域を超えたところで、本当にこうお互いが作用しながら、この世の中っていうのは作られているんじゃないかなって思うので、その、それをみんなで一つっていうことを感じられるような、そういう瞬間が、増えていけば、世の中っていうのはお互いにいろんなことがありながらも、それでもお互いがお互いを認め合って、それぞれがそれぞれらしい生き方ができるんじゃないかな、そういう世界を目指していきたいっていう思いで、皆さんと一緒に歌い続けていきたいと思っています。ですので、ぜひですね、この、まず 432Hz の音っていうものを聴いていただいて、そこでじゃあこの音に合わせましょう、そしてみんなで一緒の一つの、響きにしていきましょう。で、そのそれぞれの、まさにこれですよね、違う音が一つになった時に一つの大きなハーモニーになる、そこが、私たちの目指す世界なんじゃないかなと思いますので、そんなことも、イメージしながら、この 432Hz の春分の日、秋分の日の地球音楽祭、今回は慰霊祭ですけれども、そちらの方にも参加していただけたら、嬉しいなと思います。同様ですね、ちょっと歌いたいので、ちょっとだけ水分補給して